皆さんこんにちは、平和島ルースの石井と申します。本日のアイテム紹介を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。本日ご紹介するのはこちらです。ルースのユーズドリメイクデニムロールキャップになります。こちらはユーズドのデニムジャケットを一度解体し、そちらを再構築して縫製を加えて、このように新しい形にしたデニムのロールキャップになっております。こちらはリーバイスのデニムジャケット、こちらはラナキャランのデニムジャケット、それぞれ解体して、そちらをこのように新しい形にしてデニムのロールキャップとして仕上げました。サイズ感はとてもどなた様でもお試しいただけるようなバランスのいいサイズ感になっています。なおかつ裏側にはサイズ調整ができるバンドもついておりますので、調整も可能です。こちらに関してはそれぞれ一点物になっております。なので表情がそれぞれ全く違うものになっております。ぜひお好きなものを手に取ってかぶり比べて、いろいろと試していただきたいアイテムたちになります。とても僕自身愛着を持ってこちら作成させていただきました。こちらに関しては大田区蒲田にございます蒲田帽子工房様にご協力いただきまして作成させていただきました。蒲田帽子工房様は京急蒲田駅からすぐのところにある帽子工房さんなんですが、オーダーメイドでしたり帽子のお直しでしたり、そういった帽子に携わる業務をされているスペシャリストの方々です。とてもおすすめなので、ぜひそちらの方にも足を運んでみてください。とてもかぶり心地いいです。僕も今かぶってますが、まあちょっとシンプルに白シャツと合わせてコーディネートしてみたんですが、かぶり心地よくてとてもおすすめです。ぜひお店の方にチェックしにいらしてください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。